はい、えー、皆さんこんにちは、えー、私は伊藤塾司法書士試験科講師の関信敏ですよろししくお願いいたします、えー、こちらはですね、はいえー、司法書士革文工場委員会の第11話「合名会社合資会社の社員はどの範囲の債務について責任を負うのか」の回になりますはい えー、それではですね、あの、早速ですが、えー、本日のゲスト向上過去問の方ですね、こちらをご紹介していきたいと思うんですけれども、本日は3問あります。で、まず1問目なんですけれども、はい、こちらは、商法になりますね、えー。商法、平成19年第34問の足のう、えー、読みますと、合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、 当該無限責任社員となった者はその者のが無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても無限責任社員としてこれを弁済する責任を負うと、まあ、そういう問題になりますねで、えー、っとこの問題はですね、はいまあ、あの合命会社合資会社の社員が弁済する責任を負うことになる債務ですね これが、えー、いつからいつ以降に生じた債務について、えー、その責任を負うことになるのかと、まあ、いうことに関する、えー、論点だと、まあ、いうことになるかと思いますでこの点につきましてなんですけれども、はいえー、責任を負う債務の範囲なんですけれどもどこからの債務かということなんですけれどもこれ A ランク知識だと思うんですが はい。えー、合名会社及び合資会社の無限責任社員や、合資会社の有限責任社員が、会社債権者に対して直接責任をまあ、弁済する責任を負う債務。これは、えー、 えー、そのものが社員となって以降に生じた債務に限られるものではないのであって、えーまあ、社員となる前に生じた債務も当然含まれますよと、まあ、いうことですね。で、まあ、これはまあ考えていただければわかると思うんですけれども、まあ、その人が今現在社員であるにもかかわらずですね、 あその債務については自分が社員になる前に発生した債務なんですよね。だから自分は責任を負わないんですよ。と、まあ、いうふうに言っていいのかってことですよね。そんなことを言ったら債権者怒りますよね。今現在あなたは、あの、社員なんだろうと。まあ、いうことになると思います。まあ、従って、 はい。えー、いつからの債務について、え、弁債する責任を負うのかって言ったら、それは決してそのものがですね、まあ、社員となって以降に生じた債務に限るものではなくて、まあ、社員となる前に生じた債務についても、まあ、当然弁債する責任を負いますよ、まあ、いうことになりますよね。 はい。で、そうするとですね、まあ、社員でなかったものが新たに無限責任社員となった場合であっても、社員となる前に生じた債務について無限責任を負うことになるわけですから、 当然ですね。まあ今まで有限責任社員ではあったと、えー。その人が無限責任社員となったっていう場合に、じゃあ無限責任社員になる前の債務有限責任でいいかって言ったら、まあもちろん良くないですよね、えー。当然今現在無限責任社員である以上、無限責任社員となる前に生じた債務についても、えー、同じように無限責任を負いますよと、まあ、いうことになるかと思います。で、これもう 早速答えの方いっちゃいたいと思うんですけれどももう一度読みましょうか、えー、合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には当該無限責任社員となったものはそのものが無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う、えー、正しいとい、まあ、うことになるかと思いますで引き続いて えー、2問目いきたいと思うんですけれども本日のゲスト向上過去問二なんですけれどもこれも商法になりますね、えー、商法平成25年第34問の足の絵です、えー、読みますと「合名会社を退社した社員はその退社後に生じた当該合名会社の債務についてこれを弁済する責任を負わない」 えー、この問題は先ほどとは逆で、えー、その合名会社、合資会社の社員が弁済する責任を負う債務、いつまでに生じた債務、これが該当するのかと。まあそういう問題ですね。で、今の足は、まあ退社したらもうそれ以降生じた債務は責任を負わないんですよっていうような足だったんですけれども、果たしてそうでしょうかと、まあいうことですよね。はい。で、これについても、はい。 やはり A ランク知識ではないかと思うんですけれども、はい。えー、合名会社及び合資会社の無限責任社員や、合資会社の有限責任社員が、持ち分の全部譲渡ですとか、あるいは持ち分の払い戻しにより、社員で亡くなったと、まあそういうような場合であっても、 その胸の登記、すなわち、退社の登記ということですけれども、その胸の登記をするより前に生じた債務については、従前と同様の責任、まあ、従前の責任の範囲内で、まあ、有限責任社員だったら有限の範囲、無限責任社員だったら無限の範囲ということですけれども、それで、まあ、引き続き責任を負いますよ、と、まあ、うことになりますよね。はい。で、まあ、この点についてはですね、 あの、まあ、退社の場面だけではなくて、まあ、社員の責任の変更についても同様の規定があるんですね。で、すなわち、まあ、合名会社と合資会社の社員の責任というのは、原則として、登記を基準として、まあ、いつまでの債務を、えー、弁済する責任を負うのかが決まってくると、まあ、いうことになるわけですよね。 で、まあ、我々、あの、商業登記法も勉強しているわけですから、ああ、なるほど、合名会社、合資会社においては、社員の住所、氏名ですね。これが登記事項になってますよね。 はい。あれは何のために登記してるのかというと、まあ会社債権者が、まあ直接社員の責任を追求しようとする際に、まあそれが可能になるようにするために登記してるわけですよね。あの、社員ですからね、これ株式会社だったら株主なわけで、えー、その社員の住所指名、なぜ登記してるかっていうと、まあ合命会社、合資会社では、まあ社員が債権者、会社の債権者に対して直接責任を負うからこそ、まあ社員の住所指名、工事が必要だ だったんだなであればやはり登記ですねこれが責任の範囲に非常に大きな影響を及ぼすんだなということが分かると思うんですねはいでまた合資会社においては、まあ、責任有限責任の別ですね有限なのか無限なのかさらには有限責任社員においては出資額と切り口部分ですね、まあ、これが登記事項とされており、えー、まあ権名会社合資会社の債権者としてはですね ああどういう人がどういう範囲で責任を負うんだなっていうことが、これあの全て陶器を見ればわかるようになっているんだ。まあ陶器を中心に責任の範囲が決まってきてるんですよと。まあそういうことになりますよね。はい。で、あと、 えー、そうですね。合わせて押さえておいていただきたい事柄としてはですね、えー、いずれの場合もですね、これ、登記後ですね、退社の登記、あるいは責任の変更の登記ですかね、えー、の後、まあ、2年内に請求、または請求の予告をしないと、ま、さすがに登記後2年経過した時に、えー、その責任は消滅してしまいますよ、と、まあ、いうことがありますので、まあ、これも合わせて押さえておいていただければ、というふうに思います。で、えー、以上で、 このです、ね、先ほどの1問目と、うん、あごめんなさい、でこの今、登記で決まりますよっていうのを、ちょっとですね、えー、もうちょっと丁寧めに確認をしておきたいと思います、でえー、っと3つの場面があるんですけれども、1つは、えー、無限責任社員や有限責任社員が退社した場合ですね、でこの場合は、はい。 えー、退社した旨の登記をする前に生じた債務ですね。これについては、従前と同じ。まあ、無限責任社員だったら無限の責任。有限責任社員であれば、その有限。まあ、出資額の範囲ですかね。えー、において責任を負いますよ。まあ、いうことになり。それから、二つ目。えー、無限責任社員を有限責任社員に変更した場合。この場合も、 はい。まあ、有限責任、そのものがね、有限責任社員となった旨の登記をする前に生じた債務については、まあ、すでに実態上有限責任社員になっていたとしてもですね、登記をするまでの間に発生した債務ですね。まあ、これについては、従前と同じ。だから、無限責任を負うということになりますよ、ということになりますね。で、それから、三つ目。 え、有限責任社員の出資額を減少した場合ですね。で、この場合も、出資額を減少した旨の登記をする前に生じた債務については、これはその減少する前の出資額の範囲で、え、責任を負うんだ、ということになります。まあ、いずれもですね、まあ、登記が基準になっている、ということを押さえておいていただければ、というふうに思います。 で、えっ、ー、と、以上ですね、先ほどの1問目の話、いつからの債務を、について、えー、責任を負うのかということと、まあ今回の、いつまでの債務の責任を負うのか、これをですね、えー、ちょっと時系列の図でまとめてみたいというふうに思うんですけれども、でそうすると、まあある社員が、えー、入社しました。で、入社の登記をしました。で、まあ えー、まあだいぶ経ってからだとは思うんですけれども、いずれかの時点で、えー、今度は退社しました。で、退社の統計をしましたと。で、そうするとですね、この社員の責任はどの範囲かっていうと、はい。 えー、入社する前にすでに発生していた債務も含めて、まあ、最終的に退社の登記ですね。この退社の登記をするまでの間に発生した債務。まあ、これについて弁債する責任を負うんだということになります。まあ、逆に言うと、退社の登記をして以降ですね、えー、生じた会社の債務については、さすがにこれはもう責任は負いませんよと。まあ、いうことになりますね。いいでしょうかね。まあ、結局、会社と 市会社の社の員は入社前にすでに発生していた債務も含め、退社の登記をするまでに発生した債務、これについて、弁済する責任を負うんだと、まあ、いうことになりますね。はい。で、あと、あの、注意していただきたいこととして、これ、あの、無限責任社員と有限責任社員で、 責任を負うことになる債務の範囲自体は同じですからね。そこが有限と無限で、えー、異なるということはありません。あくまで異なるのは、責任を負う額であって、えー、その額が、まあ、無限責任社員の場合は、無限に責任を負うことになるのに対して、まあ、有限責任社員の場合は、出資額マイナス切り口部分の範囲と、まあ、いうことになりますよ、ということなんですね。で、これは、まあ、あの、 イメージとしては、あの、ネテーの、えー、債権の範囲と極度額の関係だと思っていただければいいんですね。えー、どの債務について弁債する責任を負うのかっていうのは、まぁ、あ、ネテーでいうところの、まあ、債権の範囲で、この債権、えー、この債権とこの債権を担保しますよ。まあ、いうようなことが決まり、で、だけれども、 えー、じゃあ、いくらの範囲で責任を負うのかと、まあ、いうことになると、まあ、無限責任社員はね、極度学のようなものがなくて、えー、まあ、無限に責任を負いますよと、まあ、いうことになるんですけれども、有限責任社員の場合は、 えー、責任を債務自体は変わらないんだけれども、えー、その責任を額がですね、えー、まあ、寝定当権における極度額のようなものとしてですね、まあ、出資額マイナス切り口部分ですね。切り口部分っていうのはもうすでに会社に出資してるので、履行してますよということになりますので、えー、社員が直接責任を負うのは残りの、まあ、履行してない部分ですね、出資額のうち履行してない部分に限定されるんだ、まあ、いうことになります。はい。よろしいでしょうか。 えそうしますとですね、2問目。 の、えー、答え確認しておきたいと思うんですがもう一度問題文読みますと合名会社を退社した社員はその退社後に生じた当該合名会社の債務についてこれを弁済する責任を負わないっていう足だったんですけれどもまあこれは誤りってことですよね、えー、退社した後に生じた債務であったとしてもですね、えー、退社した旨の登記をするまでにですね発生した債務については、えー、やはり、えー、責任を負うということになりますので 基準は、えー、登記と代謝の登記とのいうことになっておりますので誤りりと、まあ、いうことになりますね、はい、でそして本日もう1問えー、3問目、えー、ゲスト向上過去問がありましてこちらはですね商業登記法になりますで商業登記法の平成22年第34問の足の「お」になりますえー、これはあのセットで、えー、押さえとくといいかなと思いましてえー、まあ3問目なんですけれども取り上げることにしました 問題文を読みますと、社員の死亡により、その相続人が当該社員の持ち分を承継すると。まあそういう旨の定款を定めている合資会社の社員が死亡した場合には、えー、遺産分割協議により、当該社員の相続人のうちの一人を、まあ共同相続だったってことですよね。えー、社員の持ち分を承継するものと定めたときであっても、 相続人であって、社員以外のものすべてを、まあ、社員とする旨の、まあ、変更の登記。これの申請をしなければならないと。まあ、そういう足になりますね。えー、まあ、遺産分割をしていて、あ、遺産分割の訴求校かな。で、まだ登記してないんだったらもう直接、えー、遺産分割によって承継するものだけを登記すればいいのか。 ということが、ねまあ、聞きたいと、まあ、いうことなんだと思うんですよね。で、この問題について、まあ、まさに先ほどの,です、ね、その社員の責任を負うこととなる債務の範囲がどのように決まっていたかと、まあ、いうことをぜひ思い出してほしいと、まあ、いうことなんですね。で、はい、先ほどと同じ時系列の図。 で、説明したいと思うんですけれども、例えば遺産分割によってですね、当該持ち分を承継することになった相続人については、なんですけれども、まあ相続によって入社しますよね。はい。で、まあ入社の登記をすると。で、あとは、 まあ、この後ずっと、まあ、あの、債務を負うんですけれども、まあ、いずれかの時点で、まあ、退社したりした場合にはですね、まあ、その退社の登記をするまでの間に発生した債務について、ああ、弁債する責任を負うんだな、ということで、まあ、あの、まあ、遺産分割によって、もちろん、承継することになった相続人については、まあ、特に問題はないと思うんですね。登記上、ちゃんとそのものの責任が公示されてますよ、と、まあ、いうことになると思うんですね。 で、問題はですね、遺産分割によって、持ち分を承継しないことになった相続人なんですよね。で、これについて考えてみると、まあ、相続が発生した時点で、とりあえず一旦、そのものも、まあ、入社していると、まあ、いうことになるわけですよ。で、しかし、まあ、すでに今の時点で、まあ、遺産分割が行われて、ええー、まあ、そのものが、まあ、 持ち分をですね、承継しないっていうことになったっていうことであれば、まあ、この時点で遺産分割による退社をすると。で、じゃあもうすでに退社してるんだから、そのものについて登記しなくていいってことになるのかっていうと、うん、どうやらならなそうだなっていうことに、まあ、うすうすう気づかれるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なぜなら、そのものの、 これはどうなるのかっていうと当然このものの代謝の登記ですねこれをするまでに発生した債務ですねまあこれについてやはり弁済する責任を負うことになるわけじゃないですかでそうすると少なくとも代謝の登記は必要だな というか、まあ、入社してないのに退社の登記っていうことはあり得ませんので、まあ、そうすると、ま、退社の登記の前提として、当然のことだから入社の登記も必要だな、まあ、いうことになると思うんですよね。はい。いいでしょうか。えー、遺産分割によって持ち分を承継しないこととなった相続人ですね。まあ、これも時系列的に見ると、まあ、一旦社員になっているわけですから、まあ、従って、えぇ、ー、まあ、どの範囲の 債務について、えー、弁済する責任を負うのかって言ったら、退社の登記までの責任ですよと。で、そうすると、退社の登記は必ず必要なので、まあ、そうすると前提登記として、まあ、入社の登記もこれは必ず必要と、まあ、いうことになるような。その社員の責任ですね。まあ、これを、えー、明らかにする。まあ、講示するために、えー、登記がやはり必要だと、まあ、いうことになるかと思います。 はい。えっ、ー、と、それではもう一度ですね、問題文を読んでおきたいと思います、えー。社員の死亡により、その相続人が当該社員の持ち分を承継する旨を、えー、定款で定めている合資会社の社員が死亡した場合ですね。えー、この場合には、えー、遺産分割協議により、当該社員の相続人のうちの一人を社員の持ち分を承継するものと定めた時であっても、 相続人であって、まあ、社員以外のもの全てを社員とする変更の登記、この申請をしなければならないという足なんですけれども、はいえー、検討しましたとおり、これは正しいと、まあ、いうことになるかと思います。はい。えー、とそれではですね、えー、本日は以上で終了いたします。また次回のですね、各問向上委員会をぜひ楽しみにしておいてください。